どうもどうも、だから何でも食べちゃうどうも文人です。今日はね、ここどっかのね、お粥を壊せるところでね、なんとね、お粥を食べに来ました。そしてそのお粥がこれだ。バーン、もうだいぶ食べちゃいました。そしてね、このお粥ね、俺絶対うまいと思うんだよね。なんで絶対美味しいかって、ね、それはもう食べたから美味しいってわかるんだよね。でしかもね、これたったのね20円ぐらいでね、おかわり自由、アンリミテッドでおかわり自由です。でね、おかわり自由だとこう食べてるうちにだんだんいくら美味しいって湧きてきてるじゃないですか。そうするとね、いろいろなこういう調味料とかね、こういったものをね使ってね、こう味を変えてね、さらにねこう楽しむことができるというね、すごい超優れもののおかゆです。じゃあちょっとね、美味しいって分かってるけど、もう一回食っちゃおうかな。うん、これがこんな感じですね。はい、いただきます。うん、というわけでね、これ美味しいんでね、皆さんもね、ここがどっか分かればね、ここに来てね、自分自力で Google とかで検索してね、ここがどっかね、探してね、食べに来てみればいいと思います。じゃあ私はね、あと残ったこれをね全部組んでね、この動画これぐらいにしたいと思います。それではおかゆおっかねおっかー。